国との国の戦いで、まあ、タキシのゴールもあって勝利することができて、まあ、率直に嬉しかったです。前回一次予選に呼ばれた中で途中離脱しまって、まあ、チームに迷惑をかけたっていうのと自分の中で悔しさっていう部分があって、まあ、そこからまたアビスパに戻ってゼロからのスタートっていう気持ちでやってきた中で、まあ、今回アビスパで頑張ってたことが招集にかかって、で、まあ、そこでやっぱりもう一回自分の良さを出さないといけないっていう思いでいった中で、まあ自分の運動量だったりそういう縦への推進力っていう部分では良さを出せたかなっていうのを思ってます。まあ、僕もそうですけど、たけしと一緒にこう福岡を盛り上げたいなって話もしてたので、まあ、2人で結果を出してよかったかなと思ってます。